皆さんこんにちは、コロモです。クリスマスシーズンが近づいてきて、女友達に贈るプレゼントのおすすめを教えてほしいと先日ご質問いただきました。なので今日はお値段別にプレゼントのおすすめを10個紹介していきたいと思います。5000円以下、5000円から1万円以内、1万円台、2万円台、3万円以上に分けてご紹介したいと思います。ちなみに今回コスメは一切入れていません。というのもコスメはその人の肌質とかこだわりとかが強いものだと思うので、選ぶのが難しいかなと思っているからです。ということで今日はコスメ以外のおすすめプレゼントを紹介していきたいと思います。ではまず5000円以下のプレゼントですが、これが一番多いです。女友達へのプレゼントの金額相場って5000円以下、高くても1万円以下だと思うので一番多く選びました。一つ目はウカのネイルオイルです。お値段は3000円です。私も以前使っていたのですが、これはロールオンタイプで爪の根元にくるくるくるっとすると爪周りの乾燥を保湿してくれます。何がいいかというと本当に匂いがいいです。仕事中とか家事の合間にちょちょっと塗るとふわっと香りがしてリフレッシュできます。種類はたくさんあるのですが、商品名が時間になっているところが特徴だと思います。例えば715であれば、これは7時15分を表していて、朝につけるのにぴったりな香りになっています。ネイルに気を使っている方とか、この指のささくれが気になっている方にはもちろんですが、そうでない人にもおすすめのアイテムです。2つ目はこちら、ネイルズインクのトップコートです。お値段は3080円です。これはセルフネイルする人に限定されてちょっと申し訳ないんですけども、セルフネイルをする方にとっては本当に本当におすすめのトップコートです。これ塗ってから45秒で乾くんですよ。ネイルしたことがある方ならわかると思うんですけども、乾いたかなって思って触ると指紋がついちゃってたり、寝る直前に塗って布団の跡が爪についたり、そういうことから解放してくれるトップコートです。本当に魔法かなっていうくらい乾くのが早いです。私は今まで不器用なので一切ネイルをしなかったのですが、このネイルズインクのトップコートを手に入れてからネイルをするようになりました。まあ、ただ自分で買うにはトップコートに3000円って勇気のいる値段だと思うので、プレゼントに最適かなと思って今回ご紹介しました。3つ目はマルジェラのレプリカという香水の 10ml のボトルです。お値段は3850円です。メゾンマルジェラというブランドは今ファッション好きから絶大な支持を得ているパリのモード系ブランドなのですが、このレプリカという香水はそのブランドが2012年だったかな、それくらいから出している大人気の香水になります。フルボトルは 100ml で 14,500円なのですが、プレゼント用にはこの 10ml ボトルがちょうどいいかなと思います。香りはいろいろあるのですが、私のおすすめは一番人気のレイジーサンデーモーニングです。洗いたてのシーツみたいな、こう清々しい朝を連想させるようなクリーンな香りで、この香りが嫌いっていう方はいないんじゃないかなと思います。ユニセックスで使えるので男性へのプレゼントにもぴったりだと思います。私も店頭でこの香りを嗅いでからもう買おうって思ってたのですが、ちょっと最近私の住んでいるヨーロッパの地域が外出制限なども出てきていて買いに行けてないという状況なんですよね。もっと自由に外出できるようになったら絶対私も買おうと思っている香水です。4つ目はこちら、シャネルのヘアミストです。これは私も友人からもらったもので使っちゃってもうほとんどないんですけども、これも本当にいい香りです。フルーティーなグレープフルーツ、柔らかいジャスミン、そして滑らかなホワイトムスクの香りが入っているそうです。大人のいい女っていう感じの香りがします。これを髪の毛にシュッと振りかけるだけでふわっと香りがします。香水ってつけすぎちゃうと匂いがきつくなって周りからもちょっと臭いと思われることがあると思うんですけども、ヘアミストは本当にすれ違った時に髪の毛からふわっと香る感じなので、香水よりハードル低く使えると思います。実は私も今までそんなに香水が好きじゃなくて、このシャネルのヘアミストとか、あとは白のボディコロンとかボディミスト系を今までは使っていました。なので香水が苦手な方でも使っていただけると思うのでおすすめです。じゃあここからは5000円以上1万円以下のプレゼントになります。一つ目はスタッカーズのジュエリーボックスです。開けてみるとこんな感じです。これも私は友人から誕生日プレゼントでもらったものなのですが、サイズが M サイズっていうものでお値段5500円になります。サイズも他にいろいろあるようで、小さいものは3500円、大きいものは1900円だそうです。
私はアクセサリーが大好きなので旅行に行くときすごく重宝しています。今まで旅行にアクセサリーをつけていって温泉とか寝るときとか外したらカバンの中やお財布の中とかに入れてたんですけど、いつの間にかなくしちゃってたみたいなこともあったんですよね。それがこれに入れて持ち運ぶようになってからはなくなりました。何より大事なアクセサリーをその辺にポイってやっぱりしたくないので、本当にこれはよく使っています。名前の刻印も入れれるみたいなので本当にプレゼントにおすすめなアイテムです。2つ目はシャネルのボディクリームです。これは 200ml 入っていて7000円です。これもすごいいい香りです。なんかちょっと香り系多くなっちゃったんですけど、これも私が誕生日に友達に昔もらって使っていたボディクリームです。ただちょっともう使い切っちゃって、やっぱり自分でボディクリームに7000円って出せないのでリピートはできてないんですけども、これもらった時はすっごい嬉しかったです。これの香りはちょっと甘い感じで、でもフレッシュさもあって気品のある、これもちょっといい女の香りがします。塗り心地も全然ベタつかなくてサラッとしています。保湿力ももちろんあるのですが、正直7000円の保湿力かと言われたらちょっと分かんなかったです。ただ本当にいい香りで、夜お風呂上がりに塗ったら朝起きた時に、何このいい香りは、あ、昨日夜使ったボディクリームの香りかって自分で驚くくらいいい香りでした。デート前とかちょっと疲れた夜とかに塗ると気分が上がるボディクリームだと思います。じゃあお次は1万円台のプレゼントに行きたいと思います。1万円台のプレゼントはジョー・マローンのギフトボックスです。ジョー・マローンはイギリスのラグジュアリーブランドで、香水やシャンプーなどのバス用品とかルームフレグランスなどを展開しているブランドです。このギフトボックスには爽やかな香りのコロン、ボディクリーム、アロマキャンドルが入っていて、どの香りもジョー・マローンを代表する人気の香りになっています。これを私がもらったら絶対送ってくれた人のことを、うわーすっごいおしゃれな人だなと思います。このブランド自体もおしゃれですし、パッケージもシンプルだけど上品な感じですし、何よりどのアイテムの香りもすごい奥行きがある感じで大人の香りなんですよね。楽天にも公式サイトがあってすごい買いやすいと思うので、一度ぜひチェックしてみてください。はい、では次2万円台のプレゼントに行きます。もうここまで来たら女友達へのプレゼントというか、自分へのご褒美とか彼氏や旦那さんにおねだりするプレゼントとかになりそうですね。じゃあ一つ目は私がよくしているこのロエベのバングルです。これはお値段2万900円です。こんな感じになっていて、カラーはこのタンって呼ばれるブラウンとブラック、オレンジ、ブルー、ピンク、レッドの6色展開です。どの色も使いやすくてコーディネートのアクセントになるかと思います。このちゃんとロエベのロゴも型押しされています。巻きつけるときはこんな感じで巻くことができて、ブレスレットみたいにサイズが合わないっていうこともないです。ちゃんと腕にフィットして巻きつきます。ブレスレットは持ってる方多いと思うのですが、バングルで可愛いものってなかなか見つからないと思うので、これは本当におすすめです。これは今までアップした動画でつけていたり、日常生活でつけている中でどこのバングルって聞かれることが多かったアイテムになります。あとこれをしてるとなんとなく腕が細く見える気がします。こう何もしてない時とした時だとなんとなく腕が細くなったように見えないですか。これは私の勘違いかもしれませんが、とにかくすごく気に入っていて、ロエベが嫌いな女性っていないと思うので、友達や自分のプレゼントに最適だと思います。じゃあ2万円台2つ目はトムウッドのアイスフープピアスです。スモールだと 22,627 円で、ミディアムだと 28,677 円になります。あとゴールドもあって、ゴールドだと3万円台です。これコロンとした形がめちゃくちゃ可愛くないですか。前にベリーっていう雑誌に載っていて、ファッション好きの人からすごい人気が出たピアスなんですけども、私もその時からずっと気になっているピアスです。大きすぎないサイズなので大人の女性にも似合うデザインだと思います。素材もシルバー925というものが使われていて、私もあまり詳しくはないんですけども、とにかくいい素材のようです。シルバー925っていうのはシルバーの含有率が 92.5% っていうことのようで、シルバー 100% だと逆に柔らかすぎて脆くなってしまうようです。なのでこの 92.5% っていう含有率が一番いい配合みたいで、イギリスとかでは925シルバーをスターリングといって高品質な証にしてるみたいです。他の含有率のものに比べても錆びにくいっていう話も聞いたことがあります。私が今しているこのリングもトムウッドで買ったものになります。
リングは結構癖のあるデザインなのでプレゼントには向かないかもしれないんですけども、ここのピアスやあとネックレスとかシンプルかつエレガンスで可愛いものが多いのでおすすめです。2万円台3つ目は先日ご紹介したエドワード・ブラウンのマフラーです。お値段は2万9700円です。これは前回の動画でたっぷりご紹介しているので詳しくはこちらを見ていただけると幸いです。まあとにかくカシミヤ 100% の上質感が溢れ出ていて、保温力も高くて手触りが良くて毛が抜けなくてボリュームのあるサイズ感で最高のマフラーです。これは自分へのご褒美のプレゼントとしても買ってほしい1枚です。はい、最後は3万円台のプレゼントです。それはロエベのアナグラムブローチです。お値段は3万3000円です。カラーはシルバー、ゴールド、ローズゴールドの3色があって、どれも同じお値段です。これは本当に上質で本当に可愛いです。私の今の気分だったらゴールドを買ってハイネックの黒いニットの胸元とかにつけたいです。ジャケットやコートにつけても絶対可愛いですよね。あと今の季節だったらシンプルなマフラーの留め具として使ってもいいと思います。ただトップスにつけるだけでなくいろんな使い方ができるのがいい点ですよね。小物はトレンドの移り変わりも洋服ほど激しくないので長く使えると思います。そんなに癖のないデザインですし、ロエベは女性の憧れのブランドなので絶対喜ばれるアイテムだと思います。自分で言ってて本当に欲しくなってきたので外出しやすくなったらもう一回ロエベに行って試着していきたいと思います。ということでいかがでしたでしょうか。結構フレグランス系が多くなっちゃったんですけど、できるだけ好き嫌いが分かれないものを選んでみました。友達へのプレゼントはもちろん、今年2020年を頑張った自分へのプレゼントとしても参考にしていただけましたら幸いです。今後もファッション関連の動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。